落馬は、馬から騎乗者が落下することである。一般的に騎乗者の足はあぶみにかかっているため、落馬が発生すると上半身から落下することがよく、あり、大きな怪我を負ったり、場合によっては死に至ることも少なからずある。歴史上の人物には、落馬による怪我が致命傷となった人物がいる。源頼朝、あずまによれば、源頼朝は1199年に、 落馬の影響で死亡したとする。ただし、異説もある。チンギスカンチンギスカンは1225年の西夏への遠征の際に行った、狩猟中の落馬が元で亡くなったとする説がある。ただし、敵から受けた焼傷が死因であるとする説や雷に撃たれたことが死因となったとする説など異説が多くある。落馬事故で死亡した歴史上の人物に関しては、カテゴリー 落馬事故死した人物を参照。詳細は、当該人物の項目を参照。障害競争における落馬と再起乗を試みる。様子競馬において、競争中に落馬した場合には、落馬した地点で再起乗するか、起乗後に落馬した地点まで引き返さなければならず、これに違反すると失格となる。この場合、当該馬が関わる馬券の購入金額の返還も、されない。 再起乗は障害競争では見られることがある。これは、障害競争における落馬は馬に故障がないことがあり、また乾燥すれば、束の落馬等で賞金が得られる順位まで繰り上がる。可能性も、平地競争より高いためである。また、束の進度を妨害して落馬せしめた場合、妨害した馬は失格となる。加害馬に起乗していた騎手は起乗停止などの制裁が課される。一方で、 競争開始前に機種が落馬した場合は失格とはならず、機種が再起乗し、競争能力が十分あると判断された場合は、そのまま競争が行われる。ただし落馬の際に機種もしくは競争馬が競技続行が難しいほどの負荷で負った場合や、競争馬が落馬後に一掃し著しい疲労状態となった場合は、そのまま競争除外となる場合がある。 この場合は失格ではないため、レース後にその馬が関わる馬券の購入金額の返還が行われる。なお、騎手が落馬したまま走っている馬は、空馬と呼ばれる。中央競馬では2017年により、ルールの国際調和及び騎手と馬の保護の観点から、競争において騎手が落馬した場合に、再起乗して競争を継続することが禁止されることになった。なお、エイ競馬では、 騎手がソリに乗っているため、落馬ではなく落ちぞりと呼ばれる。落馬によって、数度重傷を負った経験を持つ田原正騎は、落馬が発生する要因として、以下の6点を挙げ、これらが複雑に絡み合い危険な事故につながると、述べている。騎乗馬のつまずきや、故障騎乗馬の希乗騎乗馬が、前の馬に乗りかかる束による、深度妨害束の落馬に巻き込まれるくらずれ。 あぶみが割れるなど、バグの異常またた原は,は、落馬事故が発生した場合、馬ごと転倒する、自分だけ投げ出される、騎乗馬のほぼ真下に落ちるといった落ち方の違いによっても、怪我の度合いや落ちた後に取るべき対応が異なるが、多くの場合は、心の準備がないまま発生する一瞬の出来事である。ため、落ちた後に、どのような結果となるかは、結局のところ運任せであると述べている。 一方で、地場の突発的な故障やもらい事故など不可抗力によるもの以外は競争中の各場の状態や流れを見極めるといった機種の判断によって事故を確実に減らすことはできるとしている。レース中に落馬し救急車に搬送される機種本校では落馬により死亡、機種生命を絶たれた人物について抜粋記述する。この他にも調教中の落馬事故で死亡したり、 奇修行からの引退を余儀なくされた例も存在する。馬術競技においては、落馬した場合は失権となり、それ以後の競技を続行することはできない。競技でも得ることはできない。競馬とは異なり、馬術競技では全力で修法させるわけではないので、正常な運動の状態で競技選手が落馬するような例は、ほとんど見られない。馬術競技において発生する落馬は、 例えば、馬が何かに驚いて急に跳ねた場合、何かにつまずいて転んだ場合、障害を前にして拒止した場合などが大半である。競技ではない、乗馬クラブや学校馬術部などでのレッスンや、部ム運動などの練習においては、騎乗者の未熟により、馬上でのバランスを取り損ねての落馬もある。通常、落馬による負傷や死亡事故を避けるため、ヘルメットや、 プロテクターベストの着用を義務付けたり推奨している場合が多いが、バババ術の競技のように、清掃での機乗が求められる場合にはその限りではない。乗馬、馬術においては、落馬時の対処について、以下のように指導されている。日本の競馬における主な落馬事故、編集、平地競争障害競争グランドナショナルにおける、落馬事故、編集アメリカ競馬における、落馬事故、 編集その他、編集、ありがとうございます。